え、皆さんこんにちは。こんにちは。シャインレーシングのリーダーの滝島です。スイップストリームのリーダーの中島です。今回ですね、2人で FC で撮影したんですけれども、まあ赤とシルバーでね、2人でね、昔走ったんですね。3年、2年ぐらい前だね。そうです、2年ぐらい前。大樽海でずっとグリップして遊んだんです ね。で、私がちょっと事故に遭っちゃいまして、それからあんま走らなくなっちゃって、最近また走り始めたんですけどね。FC 買ったからだよね。そうだね。うん。FC 買わなかったら多分走んなかったでしょ。走んないね。うん。もう、そう、うちの近所なんです。住んでる。そう、唯一。唯一の。そう。近所だからね。そう。でですね、今回は、あれですね、一応、今までの1989年から、1993年まで、まあ、今回のが93年ですね。ということで、華麗なるドリフトテクニックの続編です。1992年の方で、一応華麗なるドリフトテクニック撮ったんですけれども、まあ、好評によりまた続編ということで、出したわけなんですけれどもね、一応10本ぐらいあります。1989年からね、4年間から、一応シングルも出てるし、みんないろいろ出てるんですけどね、まあ、いいところだけちょっと抜擢して、パッケージを見せてね、皆さん見てみるのもいいんじゃないでしょうかね。でもまあ一番いいのはやっぱ今回のね。そうですね、今回の FC がね、晴れてるし、今日は晴れてるしね。そう、前回は雨だったんですね。これが雨だと最悪だから ね。そう、ちょっと光っちゃって何を見れるか、今回見えるからね。今回綺麗ですね。見てみてください。見て、どうぞ。先ほど、言ったようにですね、1989年から年号順に、並べてみましたんで見てみてください。これは雨の日の大台なんですけれども、上り下り、2台で村尾と私とで走ってるんですけれども、結構このコーナーがですね、大台の中で一番長いコーナーなんですけどね、上りが結構難しいんです。で、この時は私は初めてやったんですけれどもね、村尾はしょっちゅうやってたみたいなんで、すごく上手です。この時も完璧ですね。もう言うことなし、大変よくできましたというところですね。それで次に、下りがまた村尾が先頭で来るんですけどもね、入りからきちんと出してるんですが、まあ、村尾がきれいに入りから立ち上がりまで決めてるということで、これは非常にいいんじゃないかと私は思います。私はあんまりケツを出して、ダッシュを出してましたね。まあいいでしょう。大変よくできましたと。ここはですね、東京都の八王子のですね、外れの峠なんですけれども、小峰峠。ここは私の地元でもあるんですけどね、一番最初にここで私もドリフトを覚えまして、これ私が、まあ、やってるんですけれども、ここは昔はこんなコーナーじゃなかったんですけどもね、でもまあ道が綺麗になって、で、こう今出してますけれども、入りから綺麗に出てますね。大変よくできましたと。で、次に、インライフォーの大ちゃんですね。71のフルチューンですね。これも文句なしでなかなかいいと思います。入りからきちんと出てます。大変よくできました。ここは道志峠なんですけどもね、ここは、まあ、神奈川の、まあ、また外れのところなんですけどもね、いろんなところで撮りました、ここの場合は。大体私と、三本という役と、あと山下ですね、あと大ちゃんも黄色の LB で出てます。ここは結構怖かったですね。コーナーがすごい難しいんですね。ここも結構難しかったです。でも車線内でバッチリ決めてるんで、
これはもう優秀バッチリですね。次はちょっと3台でやってるんですけれども、多少の乱れがあるんで、見ててもそんな変わりはないんですけどね、これはよくできましたっていうところですかね。これ普通に上りの右コーナーですね。これ2台で普通にやってるということで普通ですね。ここは難しかったです。立ち上がりが難しいんですね、ここは。これは身元と私で走ってるんですけどもね、まあよくできた方でしょう。ですね、秩父の外れの方にあるマゼ峠なんですけどもね、ここが真っ暗です。でも色、まあ、S 字がいっぱいあるんでね、走りやすいんですね。これまあ撤回しばっかりですけどね、これも私と村尾で走ってるんですけどね、これはなかなかよろしいんじゃないでしょうかね、村も私も綺麗に出てるということでいいんじゃないでしょうか。次はですね、私と G が先頭でシンくんですね。これはシンくんもなかなか86時代のですね、これもいいでしょう。ここは箱根の大平台というところなんですけれども、ここもですね、夜から朝方にかけてずっと撮ったんですけれどもね、この時は結構台数来てましたんでね、いいのが撮れました。朝まで撮ったんでね、今映ってるこの映像、ここは難しいところなんですね。まあちょっとスローで後で出ますんでね、ちょっと検証してみましょう。まあ、先ほどの数台でずっと上りを流してるんですけどもね、この時はみんな大体綺麗に揃ってますんでね、大変よろしいんじゃないかと思います。この後にまた何台かこう、今のはインライフォーですね。これも、4台でやってるんですけども、これは非常によく、まあ、ラインも割らずにいってますんで大変よろしいんじゃないでしょうか。これは単独で私なんですけれども、クラッチ蹴って出してます。これはあんまりいいとは言えないんですけれども、まあ、普通ですね。はいはい。ここは箱根の中で、この大平台の中でですね、一番長くて難しいところです。これは86で入りから綺麗に流す村くんですね。優秀です。言うことなしです。先ほど言ったセブンですね、これも綺麗に立ち上がりまでいってますね。よくできました。次はですね、私と荷本なんですけれども、これも綺麗に2台で来てますんでね、大変よくできたんじゃないかと思います。大変よくできました。
これがですね一番最新の映像で、今までと違うところはもうサイドドブレーキをですね多様に使ってドリフトしているところですね、まあ見てみてください。濡れてますからね、ところどころ。まずですね、ドリフトとしてまず今映像で見て説明しましょう、右コーナー今曲がってますね、カウンター当ててここでアクセルを入れてます。ずっと入れてここでアクセルちょっとだけ緩めるとああいう風にケツが右に振られるわけですね。そこでまたアクセルを合わせるんですね。あそこで慌ててアクセルブッて入れちゃうとスピンしちゃいますからね、ここでずっとまあアクセルワークでずっとケツを押さえながら行ってまたアクセルをグーッと踏み込みますね。そこでクラッチを踏んでサイドブレーキを同時に引くんですね。この時右にちょっとトラクションかけてやると綺麗にああいう風に行きますからね。ほんでまた踏んでいきますね。で私はちょっとこのところで違うんですね。ここで踏み切っちゃうんですね。ずーっと踏み切ってハンドルをカウンターをまた足すんですね。そうするとまた逆に振られるんですね。これはちょっと慣れてからじゃないと、危ないですからやめた方がいいですね。ですから今の当て返しなどを見てると、そうです
ですね、昔から比べると成長したかなと、まあ、自分で言っちゃ変なんですけどもね、アクセル抜いて向きを変えるっていうのが普通なんですね、最初はね、まあちょっと先行ってみましょう。でここはですね、ここはやはりトラクションをかけてサイド引いてますね。でカウンターは手で送ってます、普通にツルツルと。で今ぐらいのところでクラッチを離してつなぎますね。であとアクセル全開です、ずーっと全開で踏んで、ここにからアクセルワークです。ちょっとアクセルワークして、ここで次のトラクションのためにアクセルを一回入れます。うわっとうわっと全開入れると次のトラクションへ持っていけるわけですね。でまたカウンターを逆に当てて、そこからまたグッて踏むんですけど、ここでもまた踏みすぎちゃうとスピンしちゃいますからね。で気をつけてほしいのは、今のところで内側にスーッと入っていっちゃいますから、その時に変な操作をすると内側にバーンとぶつかったりしますんでね、それとかまあ逆に何ですか、当て返しになっちゃって反対車線の方に突っ込んでいっちゃったりしますからね、まあ、それで次のコーナーへのトラクションがうまく入れれば、また次まあ左コーナー曲がって右コーナーですから、まあ、普通にまたアクセルワークで当て返しドリフトしていくんですね、でまあずっと、まあ、3速入れて全開踏んでいきますね、で次のところが急な右コーナーから入ります、まあ、こういうところは一番気をつけた方がいいですね。普通はサイドではあんまり入れない方がいいかもしれませんね、まあ、ここではサイド引いてますけどね、これはまあきっかけだけですからね、でこう右に曲がりますね。この時にケツを思いっきり振って、ここ逆バンクになってますから、よく振ってからやらないとうまく何ていうんですかね、感性を右の方に持っていけないですね、リアの流れをですね。でもここからもアクセル全開です、もうハンドル操作のみでいっちゃいます。カウンターを見てると分かると思いますが、足すと逆に振られますね、足すといきますね。でもよく見てると、ここでまた足します、うっと足すとまた逆へ振られていきます。で、まあ、あとはちゃんと戻しをしてブレーキングですね、こんなところで分かりましたかね、それでですね、一応 FC2 台で、ずっと走ってましてね、一応他の車なかったですが、まあ、一応先頭走ったのは GTR なんですね。それでずっとくっついて走ったんですけれども、とりあえずですね、こうドリフトっていうね、やっぱサイド使ったり、まあ、ブレーキ使ったり人それぞれ ねありますけれども、サイドしか使えない車もあります。あ、ね、ありますね、ありますね、中になんかありますね、ありますね、チョンボな車がね、ちょっとね、まあ、私たちは FC なんでね、何でもおざれですけどね。そうですね、安定性だね、まあ FC もね、でも周りやすいと言われてるけど、そう安定してるよね、安定してる、慣れればね、慣れるのに時間がかかります、FC は。でやっぱ86からだったら FC だよね。あ、 FC だね、パワーあるし、そうもうブーストアップとね、ね、でマフラーと足でもう十分、もう十分ね、やることないね。そうで、あと排気音だけつけなくちゃいけない。あ、危ないからね。そう、ピークホールドなんか、ついてる、ピークじゃないんだ、わからないね、見れないんだね、走りながら見てるから。あ、そうか、あとブーストメーターつけてね、もうそれだけで十分走れます、ね、でも感情とか言っちゃうとダメですね、バフッと壊れちゃいますから、もう峠なんかブーストアップで十分です。私なんか6万キロ走ってますからね、6万キロ走ってまだ走ってるっていうのは普通じゃないですか。クラッチは変えてないわエンジンは変えてないわね、ね、やっぱりでもドリフトはもうあれですよ、何しろ広いところでカウンター覚えて、で慣れてからこうね、ね、遠く行ってやると、バンバンかますと、かますと、ね、でガードレールにパッと行くと、ね、ね、今日も一台行ってましたからね。あ、行きましたね、行きましたね、山登りかけましたね大手人だったのありますから ね、そう、もう私も人のこと言いませんけどね、さっきそうバンストしちゃったんですね、タイヤが。その瞬間ありますけど、怖いですね、バンストはね、勢いいいと。ゆっくりならいいんですけどね、あとシンクもあれですね、サイドですね。そうですね、まだでも FC 乗って3ヶ月だから、そう、僕もまだ半年ぐらいなんですよ嘘で
まあそんなことでもね、まあ、これからいろいろ頑張りましょう。いやもう年だもん、もうほんのり楽しむ程度、うん、若い人はグイ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 って、私たちは、うん、楽しむ程度、うん、まあでもあれですね、 FC 乗ったら今度はやっぱ GTR ですね。今日 GTR 乗ったんですよ。いいですよ GTR は、四駆でちゃんとケツも出ますし、うん、ね、乗ったことある？いや GTR 横しかなかった。あれはいい車です。いい車ですよね、うん、次あれ乗りたいですね。いいですね。金ないから買えないかもしれない、まあ、とりあえずドリフトやるんだったら FC 86からだね。86はいいですね、うん、あの車はね、あの車は持ったよ。俺も3年ぐらい乗りましたからね、本当に。だって今まで撮ったビデオの8割が86ですからね、うん、白いのね、白いのね。撮るのが一番長かったね。デビュー短かったね、うん、まあでもドリフトは本当走り込むしかないですから、時間かけてゆっくり練習してみんなに見せて優雅ね。ガソリンとタイヤ使って、そうもうすぐすぐだから、ね、今日履いたばっかりのタイヤがもうブワーッと、今もうこう周り囲んでるのがそのタイヤなんですね、これ、うん、穴ぽこにいるみたいですけどね。そう、まあお互い ね年だから落ち着きますか、そろそろ。そうですね、まあ、来年ぐらいには。そうだね、あと1年ぐらいだね、はい。まあ、皆さんも気をつけて、事故だけにスピードを出しすぎないように、飲酒運転なんか持ってもね。じゃあそういうことで、またどうぞ。それではですね、1989年から、じゃ何本か抜擢して、その中からですね、ごく一部なんですけれども、スピンを取り揃えてみました。以上、まあ、結構あるんでね、まあ、ちょっと長いんですけど、見てみてください。後ほどですね、この中からまた何本か、抜いてですね、スローで検証してみましょう。それではどうぞ。
来ました、村尾くん。あちゃー、今のはですね、同志峠なんですけどね、アクセルを早く抜きすぎちゃったんですね。それで内側に吸い込まれてガーンとぶつかってしまったわけですね。根性くんでした。頑張りましょう。これが箱根なんですけれどもね、S 字で当て返しドリフトしてるんですけれども、前の車が回って、そのにびっくりして後ろが回っちゃうという、綺麗に回ってるんでね。でも、もう一息ですね。次がまた同じところなんですけれども、私の後ろで走ってる村尾が、スピンをごまかす一回転アクセルターンです。まあ彼にとってはこれが、私から見て普通だと思います。非常に普通にこうごまかしてるよっていう感じが出てると思います。普通ですね、彼にとっては。これも箱根の大平台の高速コーナーの上りですね、また村尾です。これがあと立ち上がりがあとちょっとなんですけど、スピンしてしまうんですね。もう一息です。あとちょっとだったんですけどね。次が同志峠です。前走るのは黄色エルビーの大ちゃんです。大ちゃんがこうあと一個っていうところでスピンしてしまうんですね。今度私も後ろ結構近くくっついてたんで、あっと思ってブレーキ踏んだんですけど、ちょっと遅かったですね。でもなんとはギリギリ止めました。よろしいんじゃないでしょうか。次はですね、混ぜ峠です。これは地元の方なんですけれども、よく回ってました。彼はもう少し頑張りましょう。これも、混ぜです。これがですね、先頭走ってるシン君がですね、S 字の最後のコーナーで回ってるんですね。で私も少し間空けてたんですけど、見えないもんですから立ち上がったところで気づくんですね。ここで気づきます。でもブレーキ踏んでます。ここで、あー止まれるかな。あーもう一息ですね。でも、スピンを重ねてみんな上手くなっていくんですね。でもあれなんですね、大ダルビで86で走ってる頃はね、やっぱこう NA ターボ付きじゃないですからね、ある程度のドリフトまでしかできなかったんですけどね、もうターボ付きということでですね、結構無理ができるんですね。ただこうサイドブレーキを使うことによってですね、タイヤにフラットスポット、要するにデコボコができちゃうんですね。ですがやめられないんですね、サイドドリフトは。これが結構危ない、芯がびったりだ。
先ほどですね、サイドドリフトについてとか、まあ、説明したんですけども、今度はですねハンドルとハンドル操作とアクセルワークちょっと説明してみましょう。まずですねここでカウンター今当てましたね。見えますね、カウンターグーッと当ててます。1回転ぐらい当ててます。これグーッと当ててここでもう1回カウンターを先ほどのようにグッとちょっと動かしましたね。今度逆に振られます。で振られてまた逆へグーッと回りますね。本当ここのとこでアクセルをグッと先入れちゃいけないって言いましたね。でまたグーッと入れてますね。でこの時アクセルをスタンとか戻すとかそういうことはしていいです。アクセルは綺麗に立ち上がりましょう。でまた直線になりますね。ここでまあ先ほどまあここはもうずっとサイド引いてますけどね、まあ、サイド引きますね。で、まあ、アクセルここで入れます。ずーっと入れます。でカウンターをよく見てみましょう。カウンターに注目して少し戻しておく。またグーッと当てます。ここでもう一回さここで少し戻るわけですね。今のちょっと勢いが足りなかったですね。あんまり出てませんね。テールスライドって感じですかね。次のコーナーは左にゆっくり曲がります。ここはもうちょっとトラクション当てて逆に切りますね。ちょーっとしかカウンター当てません。あんまりカウンター当てちゃいますともうスピード遅くなっちゃいますから。前が GTR なんですね。離されちゃいけないと思って行っちゃったんですね。ここもでもサイドを引くとですねやはりスピードがちょっと遅くなりますから、ブレ取りで入っていくよりかは確かに遅いです。じゃあここですね、ここが今1回転ジャンク当たってますね。これ立ち上がりであんまり出しすぎちゃうと次へのコーナーへのトラクションが辛いです。ここでまた思いっきり当てます。ほんと逆に振られます。ぐーっと振られますね。これで今アクセル入れてる状態ですよ。でこう次へのトラクションへ向けてぐーっと踏み込んでます。アクセルぐーっと踏み込んでまたカウンターを多く当てます。ぐっと当てたらはい、また戻りましたね。自動的に戻りましたね、ハンドルが。手放しカウンターですね。これで、あとはアクセル、全開踏んでれば自然とケツが戻っていきますから、それに合わせてハンドルを戻していきましょう。スッと、綺麗ですね。ほんで、3速にシフトアップします。で、ずっといきますね。まあ、そうですね、ドリフトっても、やっぱりハンドルとアクセルワーク、もうこれしか、もう、いうことないですけどね、まあ、サイドとか入っちゃうとまたちょっと難しいんですけどね、でこう3速4速入ってる時からこうなんですかね、急コーナー右コーナーとか入る時ですね、今度ヒール&トを使いますね。ポンポンとこの時はきっかけでサイドを使ってますけどね、普段はここはブレーキングで十分ですね。これでここでグーッとスピードが乗ってるところからグーッといきますから、すごいリアに勢いがついてる。で次のコーナーへすぐ持っていかなくちゃいけませんが、ここはもうアクセルスパンと抜いていきます。よくアクセル踏みっぱなしでハンドリングだけじゃもう無理なんですね。アクセルを抜くっていうことはそれだけケツの戻りが早いですから、まあ、皆さんも練習していれば分かってくるでしょう。まあできる方はこれ見てね、なんていうか分かりませんけれども、まあ、できない方は見てこれ見て勉強になれば私はいいと思います。皆さんいかがだったでしょうか、カレナルドリフトテクニックの続編、一応1993年一番最初ということで出してみました。楽しかったと思います。楽しかったですね。ね、疲れたけど、タイヤもなくなったしガソリンもなくなったしね。帰った後車洗って寝るだけですね。あ、もう寝る、何しろ寝る、疲れても5時間走ってんだ。ねえ、よく走ったね。あの走れないですよ、みんな大変なんですから。まあ、皆さん気をつけて走ってくださいね。スピードには注意してなんて言えないけどね。まあ何しろこれを見てドリフトっていうのはあこんな感じでやるのかなっていうのは分かればいいと思います、私は。あんまり、まあ、ここをこうやってとか指摘してないですけど、映像を見てこう部屋の中でハンドル持ってアクセル持ってきてやるのもいいんじゃないでしょうか、それでは皆さん交通事故おまわりさんに気をつけて頑張って走ってください。シャイニーシングルリーダー滝島でした。スリップストリームリーダー中島でした。じゃあまた。どうも。Tell me.